2019年1月12日土曜日です、最底辺のはえ今日お昼ご飯に、あのまあ、タイトルにもあるように、メリーランド州ロックビル市の,あのマキという、えーまあ、ラーメン屋さんですかね、行ってまいりました、あの小学校6年生のうちの息子がですね、あのまあ、行ってみたいということで。 友達が教えてくれたんですかね、あのまあ、スクールバスでいつも通るんですよ、通るという、通るらしいんですよ、このレストランの前を。で、このレストランの、まあ、住所、まあ、ちょっと出てきたと思いますけども、ロックビル・パイクっていう、まあ割と大きな大通りですね。で、そこに、あのまあえー、とギリシャ料理、 やらベトナム料理やら、まあ、いろいろあ,あるんですけどもで、まあ、まあ子供が前々からなんかまあ行きたいって言うんで今日行ってみたんですねであの、まあ、ここはあの、まあ、いわゆるあの座って食べる、まあ、シ,ットダウンシットダウンレストランですねで、まあ、メニューから決めてあの注文するっていう分でまあ,あの ビュッフェ形式だとかバイキング形式ではないんですね。でまああのお寿司なんかはバイキングで食べられるのでまあ私は、えー、ラーメンを選びました。まあミックスマッシュルームで,、えーとですね、3種類マッシュルームがあ,ありましたあの乗ってましたね。であの あのえのきとマッシュルームとあとしいたけこれ生しいたけでしたね。ってことは生しいたけでしょうね。であのこのお水のピッチャーとか置いてあるんであの、まあ、時々あの日本食のレストランで小さなグラスに水が入ってることあるんですけども。こ ここはあの、まあ、グラスは小さくてもお水のピッチャーですかね水差しが置いてあるんでおかわりしてもまだあ自分たちでおかわりしてもまだ水が、まあ、水差しピッチャーの中にあったので、まあ、助かりましたねでここのお店は始まるのえっ、ー、とですね日曜日は11時30分から開きますけどそれ以外は日曜日以外は 11時ぴっっったりりり始ままてていうことになっておりますで終わる時間もあ結構遅くまでやってるから仕事帰りの人とか助かるんじゃないですかね。終わるの,あの日曜日は9時30分に終わりますけどあとの日にちは全部夜の10時までですねまあ最近健康志向とかでね早く <laughs> 晩ご飯食べるって人多いでしょうけども。で あの私が選んだラーメンのスープはあのスパイシースパイシーなたそのほか豚骨味とかあと野菜味とかそういうまあスープのああ味を選ぶことができるあでこの餃子はですねこの餃子の中にうなぎが <laughs> 入ってるっていう、そういうのをアピュタイザーで選びましたね。で、このソース。あの、あ、私さっき食べたばっかりなのに、ちょっと忘れてしまいましたね。中に何が入ってたとか。えっ、ー、と。緑のものは。で。パセリだったのかな。で。ええー。そうですね。か、あのー。 でうちの子供はあのこはラーメンの布あーラーメン布とかじゃなくてラーメンでできたハンバーガーですねパンの代わりにラーメンこれ固まってるのこれどうやって固めたんですかねラーメンじゃなくてそのまま凝縮して焼けばつながるんですかねちょっとバラバラしそうな感じでえー、っと主人が頼んだのはえー、っと あれ名前何て言ったわけねブルゴギって言ったのかなちょっと韓国料理の名前詳しい人だったらわかんのかなでこの赤いのはあの福神漬けだと思います。はいということでありがとうございました。